よし、それでは、モミールやっていきます。モミールは、手ぶらで参加できるから、結構気が楽。他のってなんか自分でデッキ考えないといけなかったりとか、だから、なんかね、まあその分時間、取っちゃうんだけど、まああんまり考えてないから、あんま変わんないけど、まあモミール、手ぶらだからすごい楽っていうのと、久しぶりになるとやっぱりすごい楽しいよね。なんかファンがいるのもわかる。MO の方だとモミールが常設されてるって話聞くけど、ほんと、アリーナの方でも常設してほしいわ。あ、待てよ。あ、まあいいか。何も考えてなかった。これから出した方が1マナランプできたから、こっち側から出すべきだったな。黒置いて。沼もあるんだから。まあ、でもマナクレ出たから、他のエルフ1体が戦場に出る。エルフは出ないんだよな。モミールだから。チャーム。まあ、ちょっと、マナもったいないけど、ランプはしとこう。うん、弱い。エルフ。エルフ出ねえかな。でもなんか、大きいマナになればなるほど、エルフっていない気がする。なんか天使とかドラゴンとかの領域になってくるから。エルフ、3マナ、4マナぐらいまでじゃない？エルフが出てくるのって。さすがにモミールしてくると思うんだけどな。テンポが揃わないと、あんまり手札溜め込んでても、なんか不利になっちゃうってかな。そんな信用していいもんじゃないから、5マナで22とか普通に出てくるから、多分、モミールしてくると思うんだけど、4マナ。あ、そうそう、こんなね、マッドネス、コモン。こんなのが出るのよ。6、7？なんか急に強いに出てきたな。これアタック誘発だったら全然レアだったな。まあでも強すぎか。それはミールしてくる。次8。8なんだが、なんかモミールってそんな処理が難しいもんじゃないから、除去と悩んでるってことかな。なんかシンキングタイム多めだな。別の作業してるとか。どうぞ。レアじゃん。さすがにね、これ使わなさそう。はーい。なんか変なの来たよ。まあ1枚多く、1枚多く拾ったか、言うても。これレアなの？あ、インスタントソーサリーがあればってこと？うん。まあ。これね。はいはいはい。1、6、7か。うん、7マナーは、結構モミール熱い気がするけど。白金の天使出されたことがある。この軌道は？
生贄に捧げる。まあ使わない。よっと、なんかタフが高いのがいるからアタックできねえな。9で出すかか、アーティでこれを除去するか。モミールは唱えてるわけじゃないんだよね。だからこれは、テンポ的にも弱そう。ETB は働くしね。待って、9です。ちょっと。巨体変異。ああ。場に出すか。これでいいかな？これでいいか。これでもよかった。けど、まあ、まあ除去かな？まあ除去か。弱いな、マーヴィンが。まあ、マナクリになってるって言ってんの。タラスクだ？まじいね。そりゃまじいね。タラスク。唱えてないから速攻がないし、誤報もない。ただな、21交換、11交換か。これブロックで11交換。まあ、いいか。長い試合になるな。何出せばいいんだろう。銃とかで、モミールしていくのがいいか。どうか。これは？殴る？何？何がある？よくわかんない。これはインスタントなんだけど、このインスタントもなんか使わなそうではある。こっち側から殴らん限り。はい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 。ドローしたかったね。唱えたらか。まあでも12-12は殴っていけるから、いいんじゃない？ただ、これ相手だとでも、全員立ってたら、殴れない。フライヤーが欲しいね。なんか飛行がここまで出てきてないから。こう。あー、なんか嫌なの来たわ。飛行、なんでもいいです。相手も10。10でお互い、モミールし続けるから。ってこと？除去。なるほど。まさかの平和な心。さすがに。これとかやるかな。これっぽいね。22と、格闘で？33か。33もあるな。33と格闘で、もう一体持っていく。まあ、全部殴る意味はよくわかんないんだけど。22か33。まあ、どっちでも、両方持っていけるから、2体持っていけるから、それは、ちょっと悪めな気がする。まあでもそれでもいいのか。違うか、これでいいのか。
はいはい。まあ、これで、いいんじゃない？ 10。なるほど。ちょっと1体は残しておくか。ただ、飛行速攻とか出たらもう、即終了なんだよね。置いてくる。ここで？え？これ開始勝つけど。まあなんか、この試合長いからな。飽きたということでしょう。飛行が出なかったな。まあ相手も多分だれて、次の試合行こうっていう感じでしょう。まあカジュアルに進めていけたらいいんじゃないかな。勝ち負けはね、そんな大切じゃないから。いい、レアだ。よっと。ああ、使わねえ。ただ、イゼットのチャンドラと合わせたら、強いのかな？青将来って。一応2体パクれるわけでしょ？クリーチャー限定とはいえ。どうなの？ちょっと組んでみたい気もあるけどな。あれなんだよ、シェオルドレッドが重すぎるんだよね。赤とかって除去れないから、あれが。4号が。タフ5とかって。無理。おー！まさかの鷹。いいの引いたな。古文だっけ？古文の中で多分トップ古文だと思う。テンポ早いな。ちょっと。こっちも、2マナから回していくか。本当は3マナ目から回していきたいんだけど。マーフォーク。本当は3から回していきたいけど、相手のテンポが速いと、こっちもある程度、テンポよくこう、もみるしてかんと、盤面の数が揃ってなくて、負けるってことがよくあるから。はぁ、強いって、レアじゃん。なんか、3-3ファーストストライクとか、ちょっと、あ、でも、これで一応ブロッカーか。なんかポルクラノスぐらい来てほしかったな。いや、まずいね。一応そいつは止まってはいるんだけど。どうすかね。基本モミールが先の方がいいって言われてるけどね。これが除去。これは？エルフ。と、破壊符の。まあ、構えることはない、かな？モミール上。これ弱いな。これは除去だから、ありっちゃあり。ここで、除去？除去、コンバット後に、なんか ETB あるから、モミールが先の方が、基本いいって言われるけどね。速攻とか持つから。あ、まあ、こういうのはどうでもいいんだけど、速攻持ちとかがいて。あと除去ね、ETB の除去。4マナとかだとチュパカブラがいるから。乱用で？何？インスタントソーサリー。いらねえ。ないし。何します？攻撃する攻撃するとき、エフェリーがいれば、まあ弱いな。いやー、これはこれで1点。3-3。まあ、ここで、
悪残とか引けば、何の問題もないんで、悪残。ダニスさんね。ダニスさんはでもまあ地上止まったから、いいや。上が5点。上5点は結構試合が早そう。3-3で動くか。両方出しちゃうみたいな。緑がないのか。あ、緑ないのか。え、弱。ちょっともみ入するまであるな。これは殴れるから。これで ?11 の修正を受ける。ダブブロさえされんければ。あれ?あ、そうか、緑ないのか。なんか、自分でそう言ってたのに。まあ、さっきの白残しときゃよかったな。こっちなら撃てたから、チャーム残したこっちが間違いだったわ。いやー、弱いことしたわ。普通に立てときゃよかったな。これちょっと負けで、ちょっと私のプレイミスのせいで。まだ生きてる?死んでそうではあるよね。そっか、緑なかったのか。で、緑引かないのか。弱い。そうかそうか、ちょっと途中をミスったな、序盤からいろいろと。で、手札に残すスペルも間違ったか。よくなかったな。あれがプラス1修正受けて破壊不能まで得とったら、待てかな、プラス1修正でファーストストライクでしょ。それで、よかったんだけどな。ダリアンだ。これまた白がないパターン。ダリアンは先に出しときと先に出したかったんだけど、ダリアン先に出ないのは痛いな。後から出すでもなんかマナがうまく使えないから、島も平地もないが大丈夫か。おお、侍でも戦士でもない。まあこいつが殴っていけばって感じだな。強い。パンデストドローはモミール界めちゃくちゃ強い。殴るか。まあまあまあ、ブロゴスいいんじゃないでしょうか。ダメージはかなり有利。あと白を引いてくれたら、これが人間だからノーリスクの、ノーリスクの除去でしょ?まあ、除去、あるの嬉しいね。はい。でもなんかサイズ的にはこっちっぽくもあったけどな。なるほど。それ全部、ブロゴスが通っちゃうよ。
まあでもブロックしそうじゃない？なんだかんだブロックして残り8とかじゃなかろうか。コンバット前にモミルはしましょう。いろいろあるんで、速攻とかあるんで。まあでもいいか。はいはい。で、ブロゴスかな。弱い。これインスタント？これインスタントだね。殴ってこう。かな。ちょっと。よし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 。モミールはしなくていいでしょ。まさかモミールで土地が止まるとは思わんかったな。相当だぞ。これはまずい。これなんかまずいの来た。まずいの来た、急に。白マナ引いて。なんか土地事故とかめったに聞かないんだけどな。なるほど、これ面白い。ちょっと殴ってみよう。なんか結構持ってけそうな気がする。タフ7まで持っていけるってことでしょ。3体2体か2体持っていけるな。トリケラが先に来る。まあ、ファーストストライクで5点もらって、でいいかな。で、この2体は別に残ってもいいから、まあ、これでいいや。よしよしよし、これで、最大モミールで白引いた時に、いやこれじゃあ勝たん。白ね、白引いてほしい。ダメだな。まあでも相打ちか。美味しくないか。相打ちはしないのか。一歩を取って、これで、あ、これが負けか。あ、そうだね。でもまあ、こっち残るなら。これが飛行を得る。これは強いな。終わってるわ。土地事故じゃねえかよ。相手もなんか緑が足りてなかったりしたから打てなかったのかな。モミールで土地事故って本当になんか終わってんな、環境が。もう一生。ああ、これは、いや。もう一生、もう一生。まあ、サクッと割るしな。いいんじゃないでしょうか。なんかまた緑がないのが、不安要素ではある。さすがに先行初手も見るわね。ああ、テンポが悪すぎると思う。
まあ、後手だし、相手見てから、でいいかな。ETB で除去とかあるし、ちょっと2マナ目で出してね、3マナ目で、なんかスカイクレーブの亡霊みたいなんで、追放除去されても、困るんで。ちょっとね、これはいらないわ。思った。いいね。これ最近なんかストアにあったやつだね。マナコンフルエンス、なんか合流点か何かのあれじゃなかった？スリーブじゃなかった？買わなかったけど。殴ってくる。こっちも殴るか。白って先に出すか。まあ、これは別に、ブロックされて、シールド1個割れて。まあ、エイスリウス自体が、まあ、縦カウンター持ちみたいなところあるから、まあ、これで全然、フリートレードってわけじゃないと思う。お、ニブミゼット。新しいやつ。引いてんな。悪残でいいです。悪残。ああ、まあ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 、相打ち、相打ち悪くねえな。相打ち悪くないよ。ライフで受けて切削もあるけどな。モミルってだって山札切れないでしょ。殴ってきたらライフで受けるまである。まあどうだろう、先に。はい、まずい、まずいの来てるな。まあ殴っては来ないでしょう。冷静に考えて、冷静に考えてね。これやって除去みたいなことある？相打ち、まあフライヤーが多いから相打ちするよってとこ。殴っては来ない。これ打って魔除けで除去。魔除けがいらないか、でも。多分ね。はい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 。殴るか。地上だしな。なんか有効なブロッカーじゃないから、こいつは。なんか飛行に対して有効なブロッカーじゃなければ、基本殴っても良さそう。リガ。はいはい。7マナでモミールして、何が出るかな。まあなんか出るでしょう。はい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 、いいだろう。サイクリングの88速攻トランプルは結構痛いな。まあでもね、ここ強いのいるから殴っては来れないと思うんだよね。ライフで受けたらいいから。その2倍に等しい数。だから8だと16枚切削。ワンパンで。これは強いな。これ、ガチで受けるとライブラリーアウトでしょ。まあ、皮膚機持ってるこいつはとりあえず止めとくか。危なすぎるもんな。
これでいいかな。他は、なんか有効じゃないから。削れてく。これが有効なブロッカーじゃないんで、こいつは殴るか。これで多分相手殴ってこれないんじゃね説あるよね。構えるか一旦。先も見る。さすがに相手黒がなくて何か打てないとかある。なるほど、除去か。それは打ちたかっただろうな。人間だしね。クリーチャー1体かプレンズウォーカーかプレイヤー1体に3点のダメージを与える。まずいよ、そいつは。まずい。各アップキープにっていうのは、次のターン決めないといけないまであるな。これは両方受けると15。まあ、耐えか。あれ？これなんか計算ミスった？ 13 で3か。あ、プレイヤーっすね。負けー。一体受けないといけなかったか。受けたところでなんか負けそうではあるけどな。先手ください。なんかモミールといえど先手が欲しい。あと一戦だから。おー、まあいいんじゃない。除去があるっていうのが素晴らしい。なんか緑のカード多いな、こうやって見ると。デッキ見てないけど緑多そう。1,2,3 と、まあ3マナぐらいから。バンドロー強い。強すぎ。ブロック出てワンドローは強すぎ。しかもフライヤーだしね。モミール上かなり優秀じゃないこいつ。長方に基本土地土地とかがめくれるんだけど、まあ、今回スペルが入ってるから、スペルが出るかも。え？あ、赤置いてなかったんだっけ？俺なんか赤置いてなかったんか？まあいいや。それは私のミスです。土地かな？赤赤もらうか。手札いいよ。なんか実質2ドローだし、モミールだとかなり構築よりは多分土地が伸びる環境だし、ありがたいね。2ドロー、これアンコモンなんだ。これコモンとかだしね。ここでレアが欲しい。5マナぐらいな。なんかレアが来たらもうフィニッシャーだから、それは。クリーチャー1体が44の修正。ああ、まあ、両方やっててもいいか。両方殴ります。唱えてないよ。おお、一旦パスじゃん。これなんか遠くに出て1体とかでしょ。
ゴブリンに等しい。うん、さすがにね。ゴブリンデッキなら強いけど、モミールとかはね、さすがに。出るよと。まあでも、次のターンから2体増えて3体増えてってなっていくから、早めに除去はしたい。けどまあまだ、モミールでいいかな。6。これにしとくか。はいはいはい、まあいいんじゃない、いいんじゃない。早めになんとかしたいな。角と ライフリンク、なんか急にちょっと除去しとくか。長くなりそうだな、ライフリンクは。こっちを除去します、ちょっと。これは最悪どっちでもいいや。まあ、11トークンは、アンプアップさえなければ、炭酸のライフリンクも地上では殴ってこれないから、一応飛行を持ってるこっちの方が得ではある。これ何ですか、これは。なんかすごい不利なトレードしそうで怖い。あ、え、焼き払いとかあるってこと。強大な蚊の周辺は赤がない。全体除去、もう多分モミール全体除去入れてない。入れてるんか。なるほど。それは知らんかったな。そういうひっくり返すカード入ってたんだ。恐れ入ったわ。ボリンクレックス。これ多分強、え、ってかこれモミールで罠寝かしたら、はい。読んでもミールしてくるかな。手札損すると思う。あ、さすがに貯めてくる。悩んでるな。どっちでもありだと思う。私はしないよりではあるけど、速攻とか来るのをケアすると、手札1枚捨てて、1枚ブロッカー立てとくっていうことかな。9ちょっと、あなたのアップキープ開始時に33ビーストクリーチャートークンが出ると。強い。長引いたら勝ちじゃん。ごまなでモミールして4点ライフゲイン生成します。ブロックかな。まあ、ブロックしそうじゃない？なんか、通した方が多分、ゲームが早く終わりそう。これ6か。6、モミールしてもよかったけどな。まあ、諸説あるか。次10だしな。10でモミールして、フライヤー、急になんか来たぞ。しかもなんで？何が？クリーチャーはあなたを攻撃できない。え？ちょ、動揺が。え、クリーチャーはあなたを攻撃できない？え？いや、ちょっと待ってよ。まあでも、あ、でもじゃねえや。なんか、到達が欲しい。これまずい。これまずいって。はい。はい。
ちょっと、ちょっと長くなりすぎる、これは。勝負が。いや、ちょっと待てよ。7とかでやるか。7、8体がね、多分、飛行クリーチャー、多いんだよね。いや、なんかね、そういう話じゃないんだよね。多分だけど。おっそ。ちょっとあんまり長くないぞ、試合的には。それはもうカエルはできない。カエルだから。これやって2点ドレインとかされてももう、ほぼ負けに近いしね。てか負けじゃない？これ殴って、これコピーして2点ドレインで、負けじゃない？ちょっとね、ちょっと考えてる。10。3とか4とかで ETV で除去とか探す？何か到達でいい？おお！フライヤー。ナイスフライヤー。でもね、負けなんだよね。エルフコピーされて。ちょっと相手が気づく前に。あ、てか。終わってんな。ちょっと。アップキープに払えない、そういうのは。ライフゲインとか。いや、もう。終わってる終わってる。ちょっと、10じゃねえな。9で行くわ。なんか9な気がしてきた。これ9だと思います。これ9です。ちょっと、10はもうね、無理。6なのがいいな。はい。アーティファクトカード戦場に戻してもいいとかっつってね。アーティファクトねえしな。除去か、行こう。いや、これは、待ち、これもう除去一択だな。9で。あえて7。7とかで飛行が多分、いるんで、7。7で。いやー、押す。負けです。7にするべきだったんか。なんかわかんねえ。10でこういう変なのを2体出す間に、7で飛行を出すべきだったな。いや、もう、最悪っていうか、あんなカード、入れてるのも悪いし、全体除去あるのも悪いし、なんかもう。最悪なんだけど。全除去なんか多分ハンドが一方的に2枚ぐらい多く使えるから。なんか引き毒じゃない？かなり。あ、これでもよかったな。まあでも除去は持っとくかも。怖すぎ。ちょっと今回は勝とう。なげえ。ちょっと、もうなんか疲れてきたから、あんまりシンキングタイム持ってほしくない。ナイス。結構出てくんのいいね。先も見るではあるけど。なんかペース合わせてきてるな。ミールしてくる。ナイス。なんか急に
嫌なカード出てきたけど。じゃあやるか。はい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 。うわい。専門家で？インスタントソーサリー。インスタントソーサリー。インスタントソーサリー。まあ4号にする価値はあるかな。ギリ。青じゃないな。白。緑。緑っぽいか。マッチーな。なんか死の子の言ってらんないな。これちょっと除去で。かなりいいように動かれたな。でもなんか出てきてたクリーチャーがなんか、もうどうしようもなかったからな。でもこれで銃で、ワームとか出たら、投了かな？さすがに。まあまだ耐えるな。まあ55ぐらいなら。6。パンとか。まあさすがになんか古文癖やな。こういう。10マナ55って。止まった。まあペース悪いけど殴ってこない。これも戦闘ダメージがどうたらこうたら書いてあるけど、まあ基本的には大丈夫かな。手札2枚土地土地捨てて除去とかはあるかもしんないかな。7。いいね。飛行が出てくるのはかなり。プレイヤーに戦闘ダメージを与えるたび、それぞれ自分の手札を捨て、その後7枚引く。こっち側から殴りたくはないな。開始、相手の方が土地が伸びてるし、開始としてもすごい弱いから。殴ってくる？まあ殴ってくると一点。まあトランプル潰しとくか。これ潰す？いやなことはないな。トランプル潰すか。はい。はい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 。まあ、相打ち。相打ち、相打ち。悪くない。相打ちは全然、オッケーよ。トランプルもなんもない。バニラよね。8、9。まあ、9。なんかあるだろう。弱い。弱すぎ。これ6点受けるか。7点受けるまではな、違うか。8、9、10、11点受ける。それは負けか。7、3はブロックせんといけんけ。
九。はい。弱い。もう負けでいいや、これちょっと。マジで。マジでテンポ悪すぎ。相手がなんかレアレア引いてたしな。なんかちょっと見れないんだけど。土地切削に。セラの天使でしょ、まあ、セラ天そういえばもうレアじゃないのかな。ただまあ44警戒飛行はさすがに許されないわ。なんか引けないもん、モミルでは。除去もないんだし。もっとシンプルに。もっとサクッと終わると思ってた。なんかもう50分モミルやってんの。さすがに飽きるけどね。はい。これ入れなくていい気がする。これもなんか、撃つ気配ないんだよな。あ、3マナから。ああ、弱い。レアなんだけどね。レアなんだけど弱い。まあ、トークンは、できないから、まんまでいいです。これもなんか、マナ通りに出せないとリガも弱えからな。殴るか。弱い。よし。早くしてくれ。そんな考える？この2点を受けるかどうかを。一瞬考えてどっちかってだけでしょ。うん。除去はね、取ってた方がいい気がする。で、1マナモミールをするかどうかってこと？しないでしょ。あ、するんだ。なんか。まあ、デスタッチ引いてんのは、偉いな。はいはいはい。なんかあるでしょ。モーリット。ダリアン。まあ、ダリアン出せねえよな。まあ、モーリットっぽいな。モリットっぽいか。アーティっぽくもある。まあ、モリットっぽいか。はい。うん。はいはいはい。まあ。デッキ同じだから、持ってこれるのも変わらんはず。リガが1枚捨てたから、リガが選択肢に増えるぐらいでしょう。まあ、モーリットじゃない？でも相手の盤面弱えからな。持ってくるカードないかも。何がある？何があると思ったかよね。
アーティ、なるほど。アーティも選択肢の一つ。ナイス。はい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 、まあまあいいでしょう。これも殴ってよかったか、ワンちゃん。アーティで44取るかな。44取ったらワンドローだから美味しい。44だよね。そうそう、後々ね、殴られ続けるから。モミールしてきてほしい。2マナで。なんかしてきそう、相手。1マナでモミールしたから、マナが打てたらモミールするんじゃない？よし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 。バラル。なるほどね。バラル自体は別に、どうでもいいんだが。ここで全体除去と。これやっぱりね、やめた方がいいぞ、これ。はい。全体除去持ってる方が、ボードが有利すぎる。今のもなんかかなりの数多分トレードしてるから。それなんかここでモミールするしないがすごいコントロールしやすいよね。手札に持ってるだけで。いいの引いたな。チール、77トランプルは、なかなかいかついぞ。多分、超えれる、クリーチャー少ないなと思ったけど。除去。これ、まずいっすよ。6マナも見る。アーティファクト出てくれんかな。アーティファクトだとめちゃくちゃ楽なんだけど。3点、まあいいね。なんかとんでもねえけど、7マナ。オーマじゃん。強よ。ちょっとモミルで速攻だけ出さんとって。強すぎ。ちょっと殴らないでね。もうこれで勝ちでしょ。てか相手なんでモミルせんかったんだろう。強すぎなんだけど。負けたかと思った。まあ、コーマじゃなければ、負けまであったな。なかなか、なかなか渋い戦いではあった。まあ、もう1時間か。終わります、これ。長かった。たかだか3勝するのにこんなに時間かかるとは思わんかったわ。Okay.